寝てるの全然わからない。じゃあお待たせしました、アルゼンテです。よろしくお願いします。Let's go.
初めましての方も見えますし、もう何回もあのご覧になっている方も 見えると思うんですけども、アルルゼンと言います、我々はあの60年代後半から70年代のハードロックのコピーバンドということで、レインボーとかパープルとかエリンとかクリームとかその辺の候補の曲を歌っています。次もですね、レインボーの曲を演奏させていただきます。
ね、1曲目がオールナイトロング、2曲目がアイサレンダーという曲を演奏させていただいて、次もですね、まだレインボーのテーマの曲を演奏させていただきます。
乱暴な曲です。それね、懐かしい方ね、この青春時代聴いていたかと思うんですけどね。次はですね、セッペリンの曲を。おお、来た来た。ちょっと古くなりますね。ちょっと古くなりますね。
きましたが、次はですね、もう何回も見ていただいている方は分かると思いますけど、イージーライダーの映画イージーライダーのテーマソングだった、ワイルドで曲を演奏いたします。
その前にちょっとメンバー紹介をさせてください。お客さんの方から向かってみギター、沼田さんです。で、僕がドラムの瀬戸さんです。で、ボーカルがこう言って、とりあえずコリンさんです。お願いします。ありがとうございます。はい、でベースのこんちゃんです。こんちゃん、ありがとうございます。最後の曲となったんですけど、最後の曲はジャニーズ・ジャプリンの名曲ムーブ・オーバーで締めたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。Thank you.